皆様、こんにちは。まだまだ2回目の登場です。まあ、今年はもう最後ということでね、我々は最後ですけど、まだ他にこちら、ね、演者さんもいらっしゃいますので、私たちは伊豆をテーマにしたご当地系ロックバンド、リモリルと申します。よろしくお願いします。もうね、大体言ってることってほぼ ABC 一緒なんですけど、まあ我々伊豆の人間なんでね、伊豆をテーマにしたっていうのはなかなかね、ありそうでないようなジャンルなんですよね。あの東京のバンド人がよく来てね、ミュージシャンって伊豆はいいとこだって歌う人いくらでもいるんだけどね、意外とね、伊豆の裏側歌ってる人って意外といないとか言われて、自分で落とす、自分で落とす。しかもね、この先に始まる子がね、沼津ガニウドっていうね、絶対これ観光地じゃないから、これをテーマにする。大体ガニウドって場所わかんないでしょ。あの沼津駅からちょっと港町に行ったところで、沼津港ではないですね。あの静岡で言えば持ち船とかその辺なのかな。もっとマイナーですか。そういうね、ちょっとね、ローカル的なね、伊豆の釣りは最高ですか。ね、じゃあまあそんな感じでね、あのご当地の、テーマにした曲を、バンドでやってみたいと思います。じゃあ最初は先ほど言った沼津の港町ガニウドブルース、ガニウドをテーマにした沼津ガニウドブルース行ってみたいと思います。ワンツーワンツー。ガニウド山を見上げて育った親父はここで漁師、おふくろは網を編んでいた。ガニウドの町で始めた。この海で獲れた魚を都会へと運ぶ毎日。ガニウドの町へ俺は生きている。トタン屋根の家に嫁いだ。生まれた子供のために死ぬほど働き続けた。ガニウドの町で街で
ありがとうございます。もうこの曲もね、なんかオープニングのドテマソングみたいになってきましたが、なぜかね、みんなね、この曲からやるってことみんな知ってるみたいな。これでやるか。他でやるとね、まず蟹うどんとか言われる。あの最近東京の人でね、この曲聴いてて、蟹うどんってどこですかって聞く質問が意外とあるんですよ。で一応この間ね、蟹うどん行って写真撮ってきて、その人に蟹うどんってこういうとこだよって言ったら、なんかただの港町とか言われちゃってこれでよく歌ってくれますねとかってびっくりしたんですが、まあ、あの興味ある方はね、蟹うどんってとこ行ってみてください。でね、あの普段ね、あの沼津っ子までなんか渡し船が、あの小倉さん確か実家が近くと聞いたんですが、だから小倉さんの方が詳しいですよね。俺蟹うどんで育ってないけど蟹うどんの歌勝手に作ってるってことでね。